コの飼育水には自然の餌の数種のワムシなどの微生物も放し、半自給自足水槽も目指しました。稚魚飼育はまだ難しいので合計40匹放しました。10月1日までの素焼き鉢、水槽と稚魚たちの動画です。無事成長できたのは8匹でした。もっといると思っていたのですが、生存率 20% です。大きくなったメダカたちを下の黄色のコンテナ水槽へ移し、水底の掃除を済ませました。ここには3年目のメダカが3ペアいました。この水面の水草の周りには親メダカが産卵し、孵化して間もない稚魚たちがいたのです。思わず夢中でカップで孵化した稚魚たちを何度も何度もすくい、ごめんなさい、カップの稚魚たち見えません。この新たな隣の稚魚水槽へいきなり移せます。なぜって、水合わせしなくても同じ飼育水ですから。シェルターの中にもいました。シェルターの中にいた稚魚たちです。他の水槽の稚魚たちも加えて今回は50匹を放流しました。私、失敗するので。夏場の強烈な日差し対策には寒冷紗を使いました。この水槽の最高水温は29度で、最高気温は 39.3 度でした。まずまずいです。無事な稚魚は35匹以上はいそうです。生存率 70% かな。この頃には小さなカイミジンコやワムシなどの姿は食べられたのか、激減していた。恒星生物の姿は少なくなり、より小さな原生生物たちはいました。 TDS メーターを初めて使ってみました。不純物は少なく軟水でした。生物ろ過のバクテリアには pH 6以上が必要だそうです。餌の回数は1日に3、4回、今も粉末の餌も与えています。これから寒くなるとだんだん餌を食べなくなります。メダカたちの数は34匹ほど、生存率は約 68% です。メダカたちの大体のサイズがわかります。夕方には夜に備えて蓋をして風による水温低下を防いでいます。まだよくわかりませんが、水温が低くなると急に餌を食べなくなったり、元気なメダカでなくなります。なぜいつもと違うことがあるのか知りたいです。今は素焼き鉢に風が当たらないように屋根や囲いをしています。今シーズンからはもう少し水温が下がりだしたら防寒し、寒い期間を短くしたいです。メダカチャンネルファンの皆さん、さ
最後までご視聴ありがとうございました。少しでも良かったと思っていただけたら、グッド評価、コメント、チャンネル登録をしていただければ嬉しいです。